僕は君の幸福を望む。ありがとう。残念だが僕は失敬しよう。僕はもう決心した。あなたに会えてよかった。僕を信じるならば野島を愛してください。私はあなたのものです。うわあ！1時間34分か。いやー、読んだ。この番組は文学を読むための壮大なる予告編、30分全部が予告編である、決して本を途中で開いたりしないように、見終わってからよくこれだけは守るように。そうすれば、その本を何百倍何千倍も楽しむことができます。さあ、友情の予告編楽しみましょう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。それでは先生、友情の登場人物についてお話ししていただけますか。まずは野島、はい、こいつはな、まだ女を知らんのじゃ。チェリーボーイじゃ。なるほど、うん、彼が杉子に思いを寄せると。うん、チェリー野島は惚れちゃう。チェリー惚れちゃう。杉子にすっかり惚れちゃうんだ、うん、杉子と結婚したいと思うわけですね、うん、チェリーだからな、一途なわけだ、うん、チェリー、あの、うん、野島は神を信じ、うん、杉子との結婚を祈るんですね、うん、チェリーは祈る。ひたすら祈る。チェリー、うん、祈るんだよ。神に祈るってすごいですよね、うん、続いてこれ、杉子、うん、杉子はまだ女学生、16歳なんですね。だがな、杉子はいい体しとるぞ。とても16とは思え。ああ、そうなんです。君もあれだな、なかなかいい体しとるな。いや、先生、杉子はね、いろんな男性から言い寄られるわけですね。いやー、いい
体だね、これ。いや、そうではなくて。いや、そうではなくて、先生、いいですか？はい。そしてね、野島の恋心とは裏腹に大宮に惹かれていく。ちょっと先生、やめてくださいよ。いや、すまんな。うん、杉井君もいいけど、金曜なかなかよい。うん。そういうことじゃなくて、そういうことじゃないんです、先生。次行こう、次、大宮。はい、はい、はい、大宮はみんなに尊敬されてる小説家、野島の親友ですね。こいつはチェリーじゃないな、スポーツ万能でかっこいいですよね、本当に。いや、もうこれはいい体してるからムキッとな、君もやっぱりあれか、こっちがタイプか。いや、そうではなくて、大宮は野島の恋を実らせようと努力するはずが、逆に杉子に心を奪われていくと、こういうわけですね。体がいいからな、こうムキッとな、チェリーじゃないし。そうです。まさに友情か恋かと、その狭間に立たされるわけですね。人生万歳じゃ。人生万歳。先生。人生万歳。先生。万歳じゃ。万歳。いや、そうではなくて。野島は、杉子のことが好きなんだな。杉子は。大宮のことを愛し始めている。大宮も、杉子のことが好きになり始める。恋と友情が交差する3人の三角関係、これが鎌倉の別荘のピンポン台の上で激しい火花を散らすんだな。恋の行方はこのピンポンが決定するな。
これはこの物語のクライマックスだね。体力のない野島が体力のある一対の男女、つまり大宮と杉子に体力を見せつけられるね。運動神経ゼロの野島、運動神経のない男ってのはいつの時代でも持てないからね。果たして体力のない男は、精神力だけで持ちこたえることができるのだろうか、体力は精神をねじ伏せてしまうのだろうか。ところがどっこい、野島さんはなかなか蛇のように執念深い男で諦めないんだな。これが先生、今度は作品全体についてお伺いしたいと思います。人生万歳じゃ、いや万歳じゃなくてですね、友情についてです。万歳、人生万歳。はい、分かりました。この作品は長い間親しまれてきて、特に若い方に愛読されていますね。これがね、なんつったって女学生愛読書第2位なんだから、わしは嬉しいよ、非常に嬉しい。万歳。はい、新しき村の若者たちに向けて書かれたと伺っておりますが、若いことは良い、失恋するのも万歳、結婚するのも万歳ということじゃ、もちろんそうですね。登場人物たちにはモデルがいるという話もありますね。登場人物万歳、モデル万歳。いや、もう万歳はもう十分わかりましたね。先生、いいんです、万歳は。仲良きことは美しきことかな。人生万歳、ムキッとな、万歳じゃ先生。何、わしはね、若い頃女にモテんかった。そうですか。親友に女捕らえたこともあるんだ。そんな、結構先生素敵ですわ。そうか、万歳、人生万歳。恋する気持ちというものはどうしてこう思いとは裏腹に進んでいくんだろうな。野島が、杉子を好きになればなるほど大宮は、杉子は大宮のことを好きになる。で、大宮は野島のことを気にしてパリに行っちゃうんだな。で、野島はここぞとばかりに水子にプロポーズするんだけど、もうこれが全然話にならない。女というものは実に残酷だな。で、話はこっからです。パリで寂しく暮らす大宮に水子から手紙が来る。女からの手紙、いいぞ、いい女からの手紙だ。よし、ね。大宮さん、怒らないでください。私が手紙を書くのにはずいぶん勇気がいりました。私は野島様を2番目に尊敬しております。いい方だと思います。私にはもったいない方とも思われないことはございません。
ですが、私は野島様の妻には死んでもならないつもりでおります。どうしても野島様の脇には1時間以上はいたくないのです。なぜだか自分には分かりません。あなたは野島を2番目に尊敬すると言いました。正直に言います、あなたはあの言葉で僕を尊敬していることをほのめかそうとしたのでしょう。僕は野島以上の人間ではありません。野島をどうか愛してやってください。愛される価値のある男です。人好きの悪い不愛想で怒りっぽい、しかし人のいいことは無類です。もう一度見直してください。僕を信ずるならば野島を愛してください。そればかりはできません。私も負けずに正直に申します。あなたがこの世にいらっしゃらなかったら、あなたにお目にかからなかったら、私はむしろ早川さんの妻になっていたでしょう。私はその時でも野島様の妻になるとは思いません。大宮様、私を一個の独立した人間、女として見てください。野島様のことは忘れてください。私にはあなたのお役に立つことより他に望みはないのです。私はあなたの脇にいて、あなたを通じて世界のために働きたい、人生のために働きたい。私のこの願いをどうか友情という石で叩き潰さないでください。僕は正直に言います。僕はあなたが僕に好意を持ち出したことを感じたので、僕がいてはいけないと思って日本を去ることにしたのです。僕さえいなくなればあなたは当然野島を愛してくださると思ったのです。僕は何と返事していいか分かりません。僕は迷っています。野島に相談したい、だが相談する勇気はない。僕は親友の恋している女を横取りにはできません。それは友を売ることです。あの尊敬すべき、そして僕を信じ頼っている友。私はこの手紙を出そうか出すまいか考えた。出さない方が本当に良いと思う。だが出す。野島よ、許してくれ。大宮様、私ほど幸せ者はないとしみじみ思います。よくあなたのような方がこの世に生きていてくださいました。人間に生まれてよかった、女に生まれてよかった、あなたに会えてよかった。あなたが私に冷淡になさろうと努力なさるたびに、かえって私はあなたが私を愛していてくださることを信じることができました。ピンポンの会の時も私はそれを感じて負けても嬉しかったのです。どうぞ私を捨てないでください。私はあなたのものです。あなたのものです。私の一生も名誉も幸福も誇りも皆あなたのものです。あなたのものです。あなたのものになって初めて私は私になるのです。あなたを失ったら私はもう私ではありません。それはあまりにかわいそうな私です。私はただあなたの脇にいてお仕事を助け、あなたの子供を産むためにばかりこの世に生きている女です。杉子ってのは本当にすごい女だな。勝手だな。まあ二人の男も
適当に買ってないような気がするけど、やっぱり一番買ってないのは水子じゃないかな。僕は君の幸福を望む。ありがとう。残念だが僕は失血症。決心した。あなたに会えてよかった。僕を信ずるならば野島を愛してください。私はあなたのものです。どう、読みたくなった？すんごく読みたくなったでしょ。うん、よし、解禁、友情解禁。うん、武者小路実篤、友情ね。野島が初めて杉子に会ったのは帝劇の2階の正面の廊下だった。今週の問題じゃ、武者の小路実篤友情の本文に友情という言葉は何回出てくるか。うん、正解者の中から10名様にオリジナルブックカバーとしおりのセットをあげるぞ。番組の感想を添えて送るように。来週は夏目漱石の三四郎を予告する。番組を見るまでは決して本読まないようにな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。